世間一般のギターって1046で切ってやることがほとんどだと思うんですけど、もちろんそれ決まってるわけじゃなくて、例えばデフォルトで0942で切ってやったとしたら1046って太くなるから引っかかりやすくなるんですよね。そうなったらもうナット溝をこう1046用にまたちょっと切り出して滑らかに動くようにするように加工するんですけど、その初期状態でナット溝がどうなってるかとか、その弦、何の弦を想定して作られてるのかっていうのを確認してた方がいいですよね。まあ大体はアーム使って狂うやつはナット直したら、ナットをこう溝を直したりすると、この安定してくるパターンは多かったりしますね。で、次にこのブリッジ本体ですよね。このアームを使うこのトレモロ、シンクロトレモロのこのネジの位置がそもそもちゃんと調整できてないとか、もしくはこのネジの位置がずれてついてることって結構あるんですよね。まあもちろんでもこれって NC ルーターでネジ穴が開いてあるんだ、機械だから絶対ずれないとは思うんですけど、まあもしかしたらこの辺のパーツ組み込みって未だに手作業で穴開けてるパターンもあったりしますから、やっぱりこう人がやってる以上、このなんか完璧にこのネジの位置をずれなくつけるってことが結構やっぱ難しかったりするんですよね。例えばこう木材ってこう木目に沿って硬いところ柔らかいところってあるんですよ。やっぱりこうたまたまそういうところにこう木目がこういろいろこうぐじゅぐじゅってこういろいろこうなんですかね、木材、まあ、個体によっていろんな木目をしてるわけですけど、こう たまたまこのネジ半分の位置がここ例えばこの画像でいうところのネジの左半分がめっちゃ硬い木目があって、その右半分に柔らかい木目があったとして、その、なんですかね、その境目の方にネジを開けるってするじゃないですか。で、まあドリルを入れていくと、基本的にこういうドリルって柔らかい方向に逃げる性質があるので、だからこの例えば、たまたま運悪くって言ったら変ですけど、こう左半分硬いと柔らかい右半分にこう寄ってったりしてずれたりするんですよね。そういう風に、この、ちゃんとした位置にネジ穴っていうかドリルは突っ込んではいるんだけど、結果的に開いた、ずれたところに開いちゃうっていうこともあったりするので、で、それがそのまま、なんですかね、そのままずれてるの分かってるのにつけてるのか分かん、その辺はもう分かんないですけど、そういう位置についてたりすると、このブリッジの動きがスムーズ性が悪くなって、結果、アームを使ったらチューニングが狂いやすくなるってことがあったりしますね。で、ブリッジってここのネジ6本で支えてますから、結構こう使ってるとこのネジ自体が傾いてきたりするんですよね。やっぱこう弦の力って強いですから、常にここに力がかかってるわけですよ。で、ネジ自体がやっぱこう曲がってって、その曲がったせいで、この引っかかってたりとかしてチューニング狂いやすいとか、で、この刺さってる木材の方でちょっとぐずりが始まって、ネジ自体がこう斜めに傾くとか、そういうのもあるんですよね。それも含めて、そうなってたらもう直さないといけないんですよ。もうネジを交換したり、一旦この穴を埋めて、正しい位置に開け直したりとか、まあそもそもずれてるんだったらまた開け直したりとかってするんですけど、意外とこの辺が原因で、このチューニング狂いやすくなるってこともあるので、基本的にストラトってアームの安定性が悪いと直すところが多いですよ。で、サドルについても、例えばこう古くなってくると、サドルってこの弦が当たってるところにここに弦の跡がつくんですよね。で、巻き弦は、例えばこう巻き弦っていうか横のこのギザギザがここに乗っかってるので、サドルにこの横のギザギザがこう入ってたりするんですよ。それどういうことかっていうと、そのギザギザがこの弦と一緒に引っかかったりとかしてチューニング狂ったりするんですよね。そうなると、ちょっとこの辺のサドルのせいでチューニング狂ったりするから、一旦ここを磨いたりとかして、そのギザギザを取ってほしいんですよ。そのサドルについてるところ。もしくはもうサドルごと交換しちゃった方がいいですよね。そのギザギザ取ってツルツルにするとチューニングが安定するっていうパターンにもよくあるので、古いサドルはちょっとその辺見た方がいいですよね。で、プレーン弦に関しては、その弦の、なんですかね、この食い込んだ跡が結構鋭利になってたりして、このサドルで切れたりするんですよ。よく、その、まあ、弦緩んだ状態で試してほしいんですけど、なんかここでなんかカリカリしたりとかしたら、そのスムーズ性が悪いってことですよ。その錆びてたりとかして、この表面がツルツルじゃないからカリカリしてたり、
で、チョーキングしてると、そのカリカリにここが、負担がかかって弦が切れやすくなったりするんですよね。ひどいもんだと、ここに弦の跡が、なんかもう本当に角みたいになってて、なんか、チョーキングしたら、ここがもう切れちゃう、ここが弦で切れちゃうとか、あとこの弦がこの、つく、ちょっとこれプレーン弦だと見づらいですけど、こう当たってるじゃないですか。この辺とかが、やたらこのバリっていうか、この角が立ってると、プレーン弦ってここでまた切れやすかったりするんですよね。で、なんか磨くついでに、この辺もちょっと磨いて、この角を落としておくと、特にこの、ストラトとかで、この、サドル側で弦切れるって人は、ちょっとこの辺の角を見直した方がいいですね。もしかしたらこの辺にバリがあって、それが負担かかってたり、ここら辺が錆びついてて、なんかザラザラになってて、チョーキングしたらここにやたら負担かかって弦が切れやすかったりしますから、その辺はちょっとこう、もしかしたら手直しが必要だったりするかもしれないですね。そのアームの安定とともに、そのサドル弦が切りやすい人はこの辺見た方がいいんじゃないかなと思います。で、まあ、スプリング、あれ触れてるかな、スプリングの話。あ、触れてるか。で、その最後に弦の要素として、アームが安定する要素としては、裏側見えないですけど、スプリングなんですよね。そもそも、このスプリング自体が、このアームを使った時に、結局、元の位置に戻んなかったら意味ないですから、スプリング自体も結構重要な要素だったりしますよね。例えば、最初からついてる、いわゆる名前のないスプリングって結構硬いんですよね。まあもちろんそれがダメってわけじゃないですけど、硬いものが、なんだろうな、こう、バネが伸びたりした時になんか元の位置に戻りにくかったりするのがあったりするのが多いかなと。だからこう、ESP のバネとかロービンテージって柔らかいんですよね。だからこう、収縮性がいいというか、なんだろう、引っ張った時に元の位置に戻りやすいみたいで、だから結構そのスプリング変えただけでも安定性が良くなるってこともありますから、一回なんか困ってる人は変えてみるといいですよね。で、なんか詳しく書いてたっけな。まあ、ペグ自体はもう今ってロック式が主流ですから。まあ、この、まあ単純に言うと、巻き弦じゃない、弦って、こう、ロック式じゃないと巻くじゃないですか。で、弦って、その巻いたところがこう、例えばアームダウンした時に、この辺も緩んで、それが緩んだのがまた元に戻るわけで、この辺が結構大きく動いたりして、で、ちょっとその、ペグの消耗とかで、その巻くところがザラついてたりとかすると、そこでまた引っかかったりとかして、基本的にはこの、巻いてあるところでまた狂いやすかったりするんですよ。だからペグってそのロック式だとこう巻かないでいいから、基本的にそこでたわんだところで元の位置に戻りやすくて、チューニング狂いにくかったりする理屈があるんですよね。アームを多用する人はロック式にした方がいいっていう点もあるんですけど、まあ、なんだろう、ちゃんとできてるんだったら別にロック式じゃないペグでもアームは安定しますね。で、まあ、ナットですよね。まあ、ナットに関してはさっき言った通りで、もし弦に合ってないんだったら基本的にちょっと削り直した方がいいですよね。で、スプリングもさっき話した通り言いましたよね。トムはそんな感じっすね。安定、そのアームを安定するのは2点支持だったらその辺楽ですよね。そもそもこの当たってるところが2箇所しかないから、まあここの2箇所がダメじゃない限りは基本的にもう邪魔するところがないんで、さっきみたいに普通のシンクロって6本のネジがちゃんとした位置にないとどっかが引っかかっていると、そのせいでもう狂いやすくなりますから、基本的にはもう2点支持はその分楽ですよ。もう途中ってフロイドローズに近いですから、理屈として。2点で支えてるから基本的にもうずれるっていうか、その邪魔するところがないんですよ。ああ、で、2点支持も気をつけないといけないのが、やっぱり古くなってくると、このナイフエッジが、このブリッジ側のその当たっているところが変形っていうか、なんだろうな、削れて、なんですかね、この、綺麗に面が当たってなくて、動かした時にその当たるポイントがずれて、チューニング狂うっていう時もあったりするんですよ。で、そのスタッド側も、こっち自体もそのずっと常に同じポイントにこの点でこう力がかかってるから、すごいそこだけなんかえぐれたりするんですよね。もしかし、なんつうか、このチューニングが狂いやすかったりするやつ、もしかすると、ここちょっと、まあちょっと弦高変わっちゃうんですけど、ちょっとこう回したりとかして当たってるポイントずらすと、このスタッドの消耗が原因だったりしたら、そのスタッドの消耗したところを
ポイントずらすことで別のちゃんとしたポイントを当てることでチューニング安定したりもしますね。まあその辺もちょっと試してみた方がいい。まあまあ最悪もうパーツ交換した方がいいですよね。まあ、ただスタッドがダメになってるって時は大体もうブリッジ側もダメになってますから。だから2点指示はそういう意味では消耗しちゃったらもうアウトですよね。まあそんなに早いスパンで消耗はしないとは思うんですけど、基本的にはやっぱりこう、永遠に使えるパーツではないと思いますから、基本的に交換し、なんかダメになったら交換した方がいいですよね。と、まあ、そんな感じですかね。じゃストラトってそういう意味では結構奥が深い楽器なんですよね。だこういうのをもう50年代で作ってたって思うと、なかなかフェンダーってすごいですよね。うんと、まあ、なんだろう、ソラトの魅力、魅力を喋ったかな魅力は多分喋ってない気がしますけど、ソラトのその構造って結構複雑なんですよってことが、なんか、分かってくれたら幸いかなと思います。まあ、いろんなパーツが売ってるので、ソラトとにかく、なんか自分好みにカスタムして使うもんですから、基本的に王道ってないですよね。なんかよく、なんだろう、なんかいますよね。ネットとかに邪道と語る人。いや、邪道なんてないですからね。こんな改造してなんぼっていうか、そもそも改造してくださいって言ってるようなギターですからね。だそもそもこのセオリーがない以上は、なんだろう、自分好み、まあ、所詮道具なんで、自分好みにカスタムするのが当たり前なんで、基本的にそういう声はもう気にしないで、ガンガン改造して自分好みに使ってた方がいいですよ。と、まあ、ソラトはそんな感じでした。はい。ではでは、ソラトの話でした。はい。では、ご清聴ありがとうございました。